タイの北東部の道路に飲酒運転を認めるようなとんでもない看板を自治体が設置して波紋を広げていますタイの北東部ナコンラチャ島県の道路脇に設置されたのは酒に酔ったらゆっくり運転をと書かれた看板ですタイでも酒を飲んだ後に運転することは法律で禁止されています地元メディアによりますと看板を設置したのは地元の自治体で担当者は 年末年始は多くの人が飲酒するので完全にやめさせることは難しい飲酒運転を推奨しているわけではないと話しているということですタイでは飲酒運転が社会問題になっていて人口10万人あたりの交通事故による死者数は32人余りでアジアで最も多いということです